はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。毎日コリスです。えー、今日はお知らせということで、動画を撮らさせていただいております、えー。この毎日コリスのチャンネルをやめるっていうのは100%ないんですけど、毎日やってて、で、シンプルに、おまけのネタが尽きてきちゃったっていうのが、まあ一番の理由なんですけど、あの、週に4回の投稿にしようかなって思います。 えー、なんか毎日見たいのに申し訳ないんですけど応援してくださったファンの方々とかね、うんあのー、火曜日と木曜日と金曜日と、えー、火、木、金あとは土曜日、えー、火曜日、木曜日、金曜日、土曜日の投稿にしたいと思います。 シンプルにそうなんですよ7本ってなると結構きつくてですね4本ぐらいだったら続けられていけそうだなっていうのが正直私の中であってだからとりあえず週に4本にしようかなって思って、えー、今動画をこう通して報告させていただいておりますうーんなんでね本当に毎日見たかったよっていう人本当にごめんなさいそれは。 で、今回このお知らせっていうか、それだけだと、なんかちょっとこうね、あのー、動画の内容的にもちょっとこう薄いし、まあなんかあれなんで、一応ちょっと今僕が、えー、作ってるものを紹介しようかなと思いまして、このオリジナルキャラ、まあドラゴンクエストに出てくるバラモスっていう、あのー、 ボツキャラでいるんですけど、それにちょっと似てるんですけども、天草五郎というね、あのキャラクターを描きまして、羽がついててですね、こんな感じで、あのー、鳥みたいなやつなんですけど、これあの今作っております。まあ、ある方が、あのー、欲しいということで、えー、その人のために作ってるんですけど、 これ原型は、えー、その人にあげはしないんですよ。型取りして複製してその人にあげようかなと思ってるんですけど、まあこれは普通に私自身も結構、あのー、気に入ってる造形のものなので、まあ販売しようかなって思ってます。まあ販売までには時間はかかってしまいます、正直。あのー、原型を作るじゃないですか。で、型取りして複製。で、それまでできたとしても、 あの、オリジナルの箱も作ろうとしてるので、そこでやっと初めておまけって言えると思うんですよ。箱があってやっとおまけだと思ってるので、これだけで販売しちゃうとやっぱりガレージキットになっちゃうんでね。そこは、えー、僕のこだわりでもあり、だからなかなか結構時間がかかっちゃうところではあるんですけど、そんな感じですね。はい。なので時間はかなりかかってしまいます。真空脱泡機っていうものを、えー、昨日買ったんですけど、 6万2千円ぐらいしました、えー。タスコっていう会社から出てるすごくいいもの。で、シンクダポキっていうのは複製をする際に気泡が入らないようにするための機械でございます。それを買ったんで非常に届くのが、えー、楽しみなんですけど、やっと、えー、自分のまずこのオリジナルキャラクターを形にしてそれを複製できそうっていう段階まで来ましたね。去年ぐらいから活動していたんですけど、 こう、だいたい1年ぐらい経って、やっとそこまで来れたかなっていう感じでございますね。はい。で、一応僕のコンセプトとしてなんですけど、オリジナルのおまけの箱は、このサイズで作ろうか迷ってるんですけど、正直。一応ですね、あの、フエラムネのおまけが、大好きっていうのが、あのー、モットーにあるので、全部、フエラムネのおまけの箱に入るサイズで作っております。ここは僕のこだわりですね。 こんな感じで必ずすっぽり入るんですよ。はい。ここは普通に全部僕の商品を買ったらちゃんと笛ラムネのおまけの箱に入るという仕様になっております。こんな感じでね。はい。っていう報告ですかね。だからまあ二つほど、まあ、一、うん、つ目はお知らせ、えー、週に4回ほどにします。 これは本当にごめんなさい。二つ目は、まあ今こういうものを作ってますという感じでございますね。はい。じゃあ今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。